はい、どうもいいです。本日は全国一斉スプラトゥーンクイズという、任天堂の公式さんから、実施されたクイズの、なんかテストみたいなね、テスト形式の問題を、スマホでできるみたいなんですけど、まあ、今パソコン使ってるので、俺今から、このパソコンじゃなくて、スマホを使って、クイズに挑みたいと思います。みんなも多分、7月23日、24日の、この日程って書いてるところでできるので、気になったらやってみてください。参加チャンスは全部で4回。なんかね、抽選で豪華景品もあるみたいです。豪華なのかな？なんかセンスって書いてあったな。なんかセンスもらえるみたい。さあ、皆さん、もう少しで始まります。12時3分から全国一斉スタートなので、の残り5秒になりました。どんな問題が出るのか。まあ、俺ね、ずっと、5年か。スプラトゥーン5年やってるから分かるよ。お、始まった！どうなんの？画面が切り替わりましたね。イカちゃん動いてる。あの、スプラトゥーンのガチマッチの待機画面みたいになってるね。押していいのかな？あ、何も動かない。ちょっとさ、みんなに言っていかないといけないんだけどさ、俺、画面の左側壊れてんの。だから押せないとこあるんだよね。始まりました。この中で濡れる場所をすべて選べ。2番と1番以外。あ、3番も濡れないや。4番かな、そしたら。4番だけ。だよね。アスファルト、スロープのとこ濡れんし、壁も濡れんし。だね。4番だけ、はい。30もあるんだね。一つだけ違うブランドのギアはどれ？わかんないかも、これ。てか画像全然出てこない。あ、出てきた。やべ、全くわかんねえ。あ、でも、これクラーゲスな気がする。左上のね、サルゲッチュで出てきそうなクラーゲスな気がする。で、あれだ、イカマスク、このガスマスクみたいなやつは、見たことある。スキーのやつもイカ足じゃない。なんか全部イカ足じゃない気がする。だから左上イカ足だから、いやでも、メーカーだからな。わかんない、これ。なにこれ。もうなんか左上がピンときたから左上にしとこう。はい。歌ってるのはどっちだって。再生。してみよう。いや、何も聞こえない。マナーモード。ごめん、何にも聞こえん。ちょっと待って、もう本当に聞こえん。聞こえました。やっと聞こえました。これ、塩辛節だ。だからこっち。テンタクルズじゃない方。塩辛ズ。ハイカラースクエアのロビーの入り口に使われてるブランドロゴある。てか、ちょっとあれなんだよ。ラグがあるんだね。ハイカラースクエアのロビー入り口は、俺なんかこれ左な気がする。なんかよく左のマーク見る気がするけど、左のマークよく見るから、こっちにしとこうかな。存在しない武器はどっち？なんかラグでまだ見えませんが。音もさっきの、あれで聞こえなかったかな。どっち？存在しない武器はどっち？これない武器選ぶだけだからね。全然出てきませんね。制限時間だけが刻々と過ぎていきます。多分これみんなやってるから、出てこないんだろうな。混み合ってて。重いんだろうな。あのね、存在しないわ、何にも。問題すら存在しなくなっちゃった。あ、これ制限時間やばいぞ。8分30秒しかない。まずい。まずいよ。頼むよ。存在しない武器。どっちって。選択肢すら出てこないんだけど、どうしよう、これ。お願い。出てきてー。やばい、もうなんか1分ぐらい過ぎる気がする。1問で。やばいよ、これマジでやばい、これマジでやばいよ。ちょっと一瞬 Wi-Fi 切りました。スクイクリンアルファとスクイクリンベータ。ただ、画像は出てこないですね。でもこのお尻、ベータじゃなくてお尻だから、存在しないのはお尻。OK。ジャッジ君とコジャッジ君の関係は、ペット。クローン、友達、親子なんじゃないの？さすがに俺親子なんじゃないの？ペットなわけないでしょ。ペットのペットがペットなわけないよ。これスパイキーだね。
多分、もうちょい見とこうか。なんか、スパイキーな気がするよ。うん、スパイキーだ。でも、最後まで俺は押さない。なぜなら、早押しで、答えるのが、怖いから。うん、ここまで見たら、スパイキーで押しても怖いな。うん、これスパイキーだよね。なんか、オクタリアンみたいな顔してるけど、スパイキーなはず。イカとタコの間で勃発した、ダイナマバリバトルは何がきっかけで起きた？方向性の違い、イクラの奪い合い、海面上昇、暇つぶし。暇つぶしなんじゃね？これなんかミステリーファイルで見たな。方向性の違いなわけがなさそう。あ、でも方向、うん。イクラの奪い合いも、なさそう。海面上昇だべ。なんかそんな気がする。海面上昇だって気がする。誰のことを表してる？掛け網。耳に、ん？マリネ。なんだ？掛け網。DJ、姫ちゃん。DJ、飯田ちゃん。テンタクルズ。ん？掛け網って耳にかけてるってことだよね。飯田ちゃんじゃね？そうだよね、多分ね。近かったごめんなさい。インクの回復量のアップのギアはこっち。ちょっとね、ペースをやばいよ。早くしないと。楽しい武器の名前。プロモデラー、MG、ノーチラス、79? ケルビン 525? かな？かな？ケルビン79なわけ。うん。あ、いや、もうこれで、ね、これ、やばい、時間ないよ。正しい組み合わせ。ネギトロ炭鉱、モズク農園、調査名所で、ステージはなんかわかんねえよね。てかさっき俺の Wi-Fi が悪いってことに気づいた。一般的なインクリングで何歳頃から人の姿、すごいなこの画像。一般的我々だったら18だけど、子供がやるゲームと考えれば12なんじゃないか。このロゴはアイロニック。アイロニック、はい、アイロニック。姫のほくろはどこにある？口元じゃないか？セクシーな顔は、だいたい口元もしくは目の下についてる。目元もあったわ。ね、多分、姫ちゃん、口元な気がする。あ、待って！口元だよね。飯田ちゃんだ、あ、もういいや、もう、時間ない。こんなこと言ってる場合じゃない。服を売ってるのは誰？右下は、服じゃね？ナマコ社長は社長。俺、右上の人知らないんだけど、この人。この人、ワンチャン服なんじゃないか。いや、待って。あれだ、エビーだっけ、あの、ショップ開いてる人いんじゃん。エビフライの。あれの、なんか、後釜が、この人だった気がする。この人確かね、靴売ってた気がする。え、クラゲなんじゃない？クラゲが靴だっけ？もうわかんなくなっちゃった。エビフライが靴だった気がするけどな。でも、右上の人の方がファッションセンスありそう。やっぱこんなことしてるから時間だ。もう半分切ってんだよ、半分。半分切ってるけど、半分いってるわ、俺の問題も。もうこっちにしとこう。この中で哺乳類とされてるのは誰？人間でしょ？つまり人間でしょ？他の哺乳類じゃないもんね。でも人間以外も哺乳類って言うな。みんないける？あ、一人しか選択できないんだ。じゃあもう。いや、待って、これ指令はインクリングじゃね？ちげえや。人間じゃない。うち哺乳類猫だから、あれだ、猫ちゃん。ジャッジくんだ。あぶねえ！引っ掛け問題！超難問、靴屋の店内。あ、靴屋はやっぱこれ。あ、待って、いや、靴屋間違えた俺。靴屋、さっきの問題間違えた。さっきの問題戻りたい。もうダメだもう。で、何？超難問って書いて、靴屋の店内右側に飾られているギアは次のうち。どういうこと？店内の右側に飾られているギアは、あ、このハテナの場所の、どこ？どんなわかんないけど、ロッキンホワイトの人、名前がかっこいいから。武器の音。これね、これですわ。トッパーン、トッパーンっていうあの、速い感覚で撃てるのは、ブラスターの中でも、ラピッド、軽いブラスターですね。武器師が説明してくれる武器の名前ですよ。筆とハンコで戦いの絵巻を描いたり。無理な、でも筆とハンコって言った時点で、北斎別注って俺にはもうね、出てきた。ナイスのボタンは、下、押せない。あ、これだ。十字架押してた。何パーセント？そんな分かるわけはあるかもしれない。79はいってる？いや、待てよ。グリーンだけでしょ？ま、50% は優に超えて、60も超えたな。60以降ですね。64とかかな。ん、多分ね、50をここだと考えて、60。
62とかかな。もう、ここはもう、誤差だね。ユニット塩カラーズ。あ、間違えた。塩カラーズ。はい、塩カラーズ。頭屋の店名は何？煮干し、煮干し。えぼし、えぼし。ひぼし、ひぼし。めぼし、めぼし。あ、この人頭屋さんだ。あ、いや、ワンチャン、俺当たってるかもしれない。さっきの問題戻んなくてよかった。当たってる、あのクラゲ。多分当たってるぞ。わかんない。三浦さん、三浦って名前だから、マミムメで、メじゃね。わかんない。エボシもちょっと、ぽいけど、メボシっぽい。なんか、なんとなくメボシにしておきます。あと1分。ここにいるのは、どんな生き物のシーン？これカメちゃんだね。俺わかるんだよね。なんかよくあのとこで動画撮ってるからね。これはどのバンドの曲？あー、これ鮭ですね。これ鮭だけど、なんかパッて見た瞬間、この鮭っぽい写真っていうのが左上に鮭いない？いや、わかんないなぁ。ごめんなさい。なんか、バンドの方ごめんなさい。すげえいい曲なんですけどね。ごめん、なんかごめんね。俺、そう、なんかサブカルチャー的な、なんか日本、なんだろう。J-POP とか、なんか、あんまわかんないんだよね。ごめん。ごめんね。でもなんか左ですごいなんか素敵だから。ごめん、全部素敵ですよ。全部素敵だけどこれにする。てか、あと1分切った。やばい。あと3問しかない。シューターをすべて選べたって。シューター系と全部選びまーす。はーい、はーい。これで、あとチャージャー系統を突破れるか。おぶねえ、おぶねえ、引っ掛け。ボトル解散も集団だよね。オッケー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 。あと40秒しかない。2問2問2問。3問か。ね、これ、カラストンビ舞台。これすぐ分かった。俺これ見たことある。この、どの場所で流れる BGM？ ジュルッ、これね、ロビーですね。はい、ロビーですね。ラスト！装備してる時のイカダッシュ速度が普段より速い武器を。いや、そんなんあったな。でも軽い武器なんですよ。だから多分これだと思います。逆に、リッターは重くなるので、そうですね。これでじゃあ、締めます。ギリギリ !24 問だって、正解数。30問中24。惜しいね。惜しい。全部当たってる人とかいんのかな？武器が満点だった。君の成績をイカで例えると、やりイカ級だ。なんか、けなされてんのかな。もうね、クジラとかさ、サメちゃんとか言ってほしかったけど。あ、俺、ファッションセンスとミュージックセンスがないみたい。武器のセンスはね、あるみたいだよ。ストーリーもね、あんま分かってない。俺、こんなにスプラトゥーンやってんのにね、あのね、9割を超えなかった。8割の男、ギリギリ9割。いやー、もう一回やりたかった。もう一回チャレンジしようかな。今度。これって問題違うのかな？まあ、でもいいや。ランキングは4月25の一番成績が良かった回を最終成績みたいなので、みんなもやってみてください。はい。ということで、今回は、スプラトゥーンクイズをちょっと動画にしてみました。ありがとうございました。